清水橋鍼灸整骨院院長の金岩です。腰痛にマットレス選びというのをお伝えさせていただきます。まずベッドのマットレスについてですが、何種類かあります。一つはボンネルコイル、ポケットコイル、低反発、高反発、大きく分けるとこの4つがあります。じゃあ一つ目、こちらですね、一つ目をお伝えします。ボンネルコイルとは少し硬めのコイルになります。全体的に硬みがあって、全体的に体をサポートしてくれるものになります。なので一人用に向いております。ポケットコイルというのは一つ一つがコイルが 分断されているので、一点一点で体をサポートしてくれます。なので2人ダブルで寝る場合は絶対的にポケットコイルが有効です。と言いますのも、1人が寝返り打った時にこちら側が感じにくいというのがあります。また低反発のマットレスに関してはすごく優しく包み込んでくれるので、体重が軽い方とか女性の方、子供の方、子供とかですね、そういうような優しく包み込んでもあまりへこみがない方が有効なのが低反発です。また体重が重くてがっちりしたタイプの方は高反発の方がいいと言われております。腰痛を持っててへこみすぎるとまた腰痛に負担かかってしまいますので、なるべくなら安定したものがいいかなと思います。またものによっては何層にもできるものもあります。一番下がボンネルコイルで体をしっかり安定させるコイルがありまして、その上にポケットコイルで点で支えていく、その上に低反発を置いたりして寝返りを打った時の体にかかるストレスを解消することができるマットレスもあります。私自身も腰痛持ちだったのでマットレスをいろいろ研究しました。そして私自身がおすすめできるのはボンネルコイル、ポケットコイル、低反発っていうのが私の体には一番マッチしていました。マットレスを変えてから腰痛がなくなったのも事実あります。一つの参考にしてみてください。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフとともに患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたらお気軽にご連絡ください。